しでも楽しむラジオ。はい、では最後に私一ノ瀬から行かせていただきます。そうですね、はあ、ダメだなんかってきたもんね本当に水星の魔女が私にとって大好きでかけがえのない作品になったなって思っていて、なんか最初はこうスレッタちゃん役に決まった時はすごく不安とかプレッシャーももちろんあったんですけれど、でもせっかくならよりいいものにしたいし、自分自身も楽しまなきゃいけないなって思って、気持ちをこう切り替えてからはなんかスレッタちゃんへの向き合い方も変わりましたし、なんか純粋にこうスレッタちゃんを演じることがすごく楽しくて、そんな緊張も吹き飛ばしてくれるくらいスレッタちゃんを本当にスレッタちゃんを演じることが本当に大好きなので、スレッタ・マーキュリー役としてこの作品に携わることができて本当に嬉しいです。ティッシュはないですか？私の袖で良ければ。ティッシュが私の袖で良ければ。すみません。ちょっとタイムでいいですか？じゃあ、グッズの紹介でもしましょうか。はい、こちらですね、キャリーバーンでございます。もう大丈夫です。大丈夫ですか？ごめんなさい。はい、すいません。いくらでもグッズ紹介ありがとうございます。たくさんあるんですね。すいません、ありがとうございます。なんか本当にもちろんいろいろな不安と楽しさの中でこの水星の魔女を1年間駆け抜けていったんですけれども、やっぱりこの駆け抜けることができたのはこの水星の魔女のに関わってくれてる全てのスタッフさんが本当に温かくて素敵な、キャストの方も本当に素敵な方たちばかりで、本当に素晴らしい環境でお芝居をすることができたなって心から思います。それにあとシュバルゼッテもここにあるんですね。シュバルゼッテそちらに、こちらにございます、はいはい、ごめんなさい、すいません本当にごめんなさい大丈夫です椅子が戻らないあ、じゃあもう立って話します。それでですねごめんなさい、本当にいろいろごめんなさいね皆さん。でもそんなこの水星の魔女をたくさんの方々が大好きでいてくれて、愛していてくれたから、ここまでこう私たちもこう楽しくお芝居することができましたし、ものすごく励みになりました。本当に皆さんのおかげでよりこうたくさんの方々に水星の魔女が届いていったなっていう実感がすごくあるので、皆さんのおかげです。本当に1年間スレッタちゃんとして演じることができ、そして2クールなんですけれども、とても幸せな時間でした。ありがとうございました。